3D プリンターのメーカーで働いています。これから産業用の 3D プリンターの機器販売は伸びないと思いますか自分は機器販売のみずものづくりのサブスクリエイ造形サービスか伸思い、起業しようと思うんですが、マーケティングテ手トうですかまた、プロモデル VTuber 使うなあですかもしくは自分がものづくりで VTuber ーーなり宣伝するのるでしょうか、えっと、まず、このコンニーさん、VTuber 好きですよね <laughs> えっと、あのそのそ 3D プリンターが必要な業種の人たちが VTuber が好きかっていうと、そうでもないと思うんですよね。で、あの、 3D プリンターの需要が伸びるということは、3D プリンターの機器販売も伸びます。で、あの、独自で自分で独立してやるとして、自分でモデルを作って売るっていう仕事じゃないですよね。で、なので多分、その 3D プリンターの機器販売をしながら、要は、3D プリンターの、あの、買う人って、3D プリンターで作りたいものがある人なんですよ。要は、3D プリンター自体が欲しいんじゃなくて、3D プリンターで何かを作りたくて、3D プリンターを買うわけじゃないですか。あの、 要は、ドリルが欲しいんじゃなくて、人は穴が欲しいんだって話があって、あの、まあ、DIY ショップとかでドリルって言ってるんですけど、人はドリルを買うんですけど、本当に欲しいのはドリルじゃなくて穴なんですよ。なので、その 3D プリンターを買う人っていうのは、3D プリンターが欲しいんじゃなくて、3D プリンターで作れるものが欲しいんですよ。 で、3D プリンター販売会社にいるってことは、その人たちは何を作りたくて 3D プリンター欲しいと思ってるのっていう生の情報が得られるんですよ。これエロの話じゃないよ。穴 <laughs> ってそういう意味じゃないよ。<laughs> なので、その、じゃあ20万円する 3D プリンター買いますっていう人は、え、なんで買うんですか何作りたいんですかっていうのを聞いていくと、要は現場の声ってネット上で調べられるのって多くの人が欲しいものなんですよ。 例えばなんか 3D プリンターでなんか携帯電話のそのなんかあのケースが作れますみたいなのって、まあいろんな多くの人があの言ってて、あ,あそうなんだって言ってそういうモデルとかもネット上にいっぱいあるから、それが重要なのかなと思うんだけど、実際儲かるのってニッチなものなんですよ。要はそのメジャーなものってじゃあその 3D、携帯用のじゃあ iPhone のケースとかだったらモデルって多分探せば無料で落ちてるんですよね。 なので、その、儲けようと思っても儲かんないんですよ。なので、その、20万円のプリンターを買ってでも作りたいニッチなものっていうのが何なのかっていうのを毎日知ることができるわけじゃないですか。で、みんなニッチだから自分で作んなきゃいけないと思ってるんだけど、そういうのが月にじゃあ10件あったとして、あれこれ月に10件 3D プリンター買うってことは、その商品俺が作っておろしたらこの人たち買ってくれるんじゃねえのみたいな。っていうので、実はこの 3D プリンター買わなくても、あなたの商品僕が作って渡します。5万円くださいって言ったら、20万円より5万円の方が安いから、5万円で買ってくれるかもしれないじゃないですか。 といいううう感じで、でお客客さんんの元々ののもも潜在顧客と知り合う機会っっってててて。をを給料をもらら教えてもらえるんですよ。3D プリンター販売業ってなので給料をもらいながらお客さんをこうチェックしてでお客さんがあこれ買ってくれそうだっつったら自分が副業で作ってこれ作ったんですけどこれ欲しいだけですよねこれ5万っすって言えば儲かるじゃないですかっていうのがあるので今のポジションはすごくおいしいポジションだと思うので VTuber どうこうっていうのは置いといてまずはそのお客さんの分析をちゃんとやった方がいいんじゃないかなと思います。